どうもこんばんは、サブチャンネル久しぶりですね。またあの公園に行って体調崩して、いつ以来でしょう。まあそれ以来ですから久しぶりなんですけど、今日はですね、もう年末なんですけど、もう30日ですから、もう明日で今年終わりなんですけど、この前行った公園でですね、このようなものをいただいたんですよ。こちら、これはですね、ザ・レアリティコレクションという、遊戯王の、まあ、パックですね、いただきました。まあ、遊戯王ネタはちょいちょい使ってたので、まあ、それを考慮してね、いただいたんだと思うんですけど、これで、ね、何入ってるのかがよく分からずにちょっと調べてないんで、まあ、開けてみましょう。高級感のあるパックですよね。何パック入ってるんだろう。15パック入ってますね。じゃあ開けようと思うんですが、アングル変えますかね。じゃあ3パックずつ開けていきましょう。お、これはあれですか、インスタントフュージョン、ウルフバーグ。これ僕知らないですね。これもなんかよくわかんない。クリムゾンブレーダー、エスペルビア、え、お月の書、サモプリエ、強制脱出装置 G、サイバーエンドドラゴン、フェリス、あ、フォーミュラシンクロン。これあれですか、過去のなんかレアなやつを集めたみたいな、そういうパックなのかな。デスガイド、召喚士のスキル。お、インフェルニティデーモン、これも昔すげえ高かった記憶がありますね、インフェルニティ全盛期。お、ラバルバルチェーンじゃないですか。これがね、これもすごい強いですよね。闇の誘惑、すごいな。アスモディウス、なんかあれですね、何これ、クレーン、クレーン、一ターンに一度しか使用できない。このカードの召喚に成功した時、自分の墓地のレベル3モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。なるほど、強いですね。なんか昔遊戯王って言ったらすげえカードの出し惜しみしてたのに、今だいぶこんなパックが出てきたんですね。だって俺いきなりこれ目付きですよ。目付き、目付きも昔高かったですよね。今わかんないけど、お、ナチュルパルキオン、ナチュルパルキオンはそこまででもないか。あ、レスキューラビット、お、ハイパーライブラリアン、これはね相当お世話になりましたね。あ、ダムルグ、あ、フージ、これは別に、カメレオン、これ知らないですね。ガガガガンマ、お、大天使クリスティア、これ僕すげえ使ってました。これ使うとすげえ嫌がられるんですよね。リモンズチェーン、サンダーシーホース、だいぶ少なくなってきましたが、リバイエール、アスモディウス、バジュランダ、これも確かプロモカードがなんか、お、死者蘇生じゃないですか。お、なんかこのまばゆい輝きを放ってますね。スペルビア、月の章、サモプリ、クリムゾン、あ、プリズマ、プリズマだ、あれさっき出てたっけ、プリズマって。じゃあこれでラストです。 G、 サイバーエンド、フェリス、お、トリシューラ、すげえなこのパック、やばくないですかこれ。いら、お、レダメまで、インフェルニティ、すげえな。さあ開けてきましたけど、このパックすごいですね。過去のすげえ高かったカードが一堂に会してるみたいな感じですけどね、それこそレダメは確かストラクチャーデッキに再録されたからそんなんでもないでしょうけど、昔めっちゃ高かったですよね。知らないカードもちょいちょいありますけど、まあそれは環境の変化っていうか、まあ新しいカードだったりするんでしょうね。ただこのね、このラインナップは凄まじいですね。ゴールドシリーズってあれ今ないのかな。ゴールドシリーズなんかより全然ゴールドな感じがします。これをくれた方、どうもありがとうございました。